こんにちは。久しぶりの中学入試問題。駒場東方中学。新御三家と言われてたか、今でも言われてるか知りませんが、東大に毎年何十人も合格する名門中学高校ですね。で、私が塾講師やった時の印象としては、なんか算数は両門が多いなっていう印象だったんですけど、まあ、こんな問題紹介したいと思います。121から連続10個ですね、130までかけた数の積は、1の位から見て、まあ、0がいっぱい並ぶ。で、最初に0以外に登場する数は何ですかっていう問題で、これ実は以前、千葉大の問題で、これが30の階乗になっただけの問題を紹介したことがあります。30の階乗は、1の位から0が何個並ぶかって聞かれた後に、最初に登場する0以外の数は何ですかっていう問題。大学入試と中学入試って結構似た問題が出るパターン、場合がよくあります。高校入試はあんまりないんですよね。なぜか。数列なんかは、小学校、中学入試と大学入試しか出なくて、高校入試ではまず見ない。まあ、それはじゃあ置いといて。じゃあ、これどうやってやるかっていうと、まあ、とにかく0が何個並ぶかは当然必要になってきますと。まあ、例えば要するに、2×5 のペアが1個あれば、0が1個並びますと。2×5 のペアが2個あれば、0が2個並びますと。で、じゃあ、例えばそれ以外のものがかけてあると、0にならないようなものが。じゃあ、これ0以外の数、0が2個並んで、最初のこの数だけ知りたいんで、それはもう3、7、21の1だけでいいと。で、ペアにならない2があったら、それはここに影響してきて2になりますっていう、そういう話なんで、じゃあとりあえず 2×5 のペアが何個あるかっていうのを探すのに、もちろん5の数が大事なんで、5のが数少ないんで。で、まあ、ここ121から130選んだのは、ここに5の3乗っていうのがあったから、まあ、ここの区間を選んだんでしょうと。ここに5が3つ。それ以外にあとここに、5が、13×2×5。なんで、0は、お尻に4つ並びます。5が4つ。で、それに対する相手の2の数にも4個必要なんで、その相手になる2以外の2は、ここに影響してくるんで、まず4つじゃあ、いっぱいあるけど、探しやすいところから、じゃあ、今ここでもう1個2使ったから、あと3つは、もうここに、120出してな、2、4、8、1、6、残、2、6、4、1、2、2、7個なんで、じゃあこの7個のうち3個だけ借りてあげると、残りは128÷8なんで16。で、そしたらもう2と5のペアが、これとこれで4つ使ったら、じゃああと残りは残った1の位をかけていけばいいだけ。この、これも大丈夫、これも。これと、ここも、ここも。で、これはもう今、この話なんで使った。じゃあ、あと7、6。これはもう全部5を使って。で、4、3、2で、1は関係ないと。じゃあ、奇数から先やると、1が出てきてやめればいいんで、3、7、21。でも、これもう、ここに、1。今のところ1。で、あと、9、3、27。これでも奇数終わりかな。全部やったな。じゃあ、あとは残った偶数かけていけばいいんで、7、6、4、12。これも使ってる。2、6、12。2、4が8。8、2、16なんで、6が答えになります。っていう、まあ、それだけの問題です。じゃあ、以上です。ありがとうございました。